パーツが内側に入っている人はちょっと外側に、はい、その目頭をこう、はい、詰めすぎない、はい、その方が目を離して、そうですね、すごいこんなに合わせるんですね。純真メイク講座、皆さんこんにちは、朝日です。メイクアップアーティストのレイナです。今回はですね、目が近めの方、うん、そして、はい、おでこが狭い方がね、はい、純真メイク眉編をやっていきたいと思います。いや、私たちね、こう離れ目タイプなので、はい、全然こう未知の世界なんです、私にとって、うん、逆ですもんね。逆、もうそれをどう眉を作っていくか。で、今回のモデルさんが左右差がね、少し高さに差があるので、うん、そういった方も結構多いのかな、多いですね、うん、思いますので、うん、そこもね、要チェックでございます。ということで、ご覧ください、どうぞ。では眉、はい、眉でございます。お願いします。頑張ります。楽しみ。高さがちょっと違うんですよね。あ、ほんとだ。そう、こっちがちょっと高くて、はい、少し低いので、これを合わせるためには高く見える方は下に足して、うん、低く見える方はちょっと上に足して、はい、合わせて、でただ全部上に足してってしまうと、この額がどんどん狭くなっていってしまうので、基本は下に足したいんですけど、だけどこのあるところを反っちゃうとやっぱりすごく変になるので、これは生かしつつ、これよりはもう絶対上に行かないぞって決めて下に足していって、でこっちは合わせて下も描くけどちょっと上を足していきます。あと眉頭はもうほとんど描かないです。そうですね、はい、描いちゃうとまたギューッとこう詰まってきちゃうので、基本は外に、で下に足していくっていう感じですね。はい、じゃあちょっとこの高く見やすい方から描いていきます、はい、この黒目の目を開けた時の内側の延長線上からペンシルで軽く下のラインを、目尻はこの口角と目尻を結んだぐらいのところまで、はい、あと眉頭と眉尻を比べた時にお尻が下がらない、でこちらもこの黒目の内側から同じように横に、でもやっぱりこう効き目っていうか、多分こっちでよく見てると思うんですよ、うんうん、そうするとそちらの方がこう筋肉が発達するので、こう上がりやすくなっちゃったりするので、なかなか意識するの難しいですけど、こう右目でもよく見ようと意識したりとか、ちょっとするだけでも表情って結構変わってきたりするの でその後に今度山からお尻、この辺後でリキッドで毛並みを足せばいいので、なるほど、はい、まず形だけ、すごい、はい、アウトラインだけでも見えます、ね、どういけばいいか、うん、なんとなく見えてくると思うの で、はい、でそしたら中を優しくシュ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 、目が離れてる方でも近い方でも、はい、そのこの口角との延長っていうのは変わらず、うんうん、はい、基本は変わらないですね、うん、まあ、パーツが内側に入っている人はちょっと外側に出してあげるといいと思います。ただあんまり外に出すぎるとお顔がよりシャープに見えてくるので、ちょっと長く見えてきてしまったりするので、それよりもその目頭をこう、はい、詰めすぎない、はい、その方が目を離して、そうですね、見えるようにするってことですかね、はい、そしてパウダーはちょっと暗めのパウダーで、このないところにはトントン、ここがあのペタペタした状態から眉を描いてしまうと、うん、こんなに色乗らないんですよ、ズルズル滑っちゃうの でベースメイク終わった時にフェイスパウダーをしっかりこの眉の、うん、毛のあるところもないところもちゃんとスポンジでキュキュッと押さえて置いてから、はい、それから眉を描くと、うん、うまく色が乗りますね、うんうん、不思議、ちゃんとなんかこう近づいてそうそう来てますかね。眉頭は本当に何もまだ触ってない、そうですよね、このゾーンは、うん、左右大体かけてきたので、うん、でもただちょっとここの上の部分だけが少し高く見えるので、うん、ここをちょっとカットさせていただくのと、下に下がって見えちゃうこの辺りの毛をちょっとカットさせてもらったり、あとはこの目を閉じた時の柳
ないものだけ電気のシェーバーでちょっと取りたいなと思います。眉を描いてから、そうですね、描いてからじゃないと切りすぎたり余計なところを穴開けちゃったりするので、はい、描いてからの方が安全。なるほど、はい、毛がすごいしっかりしてる分、ラインから1、2本でも出てると結構それが、ね、存在感があるので、形をだいぶ変えて見せちゃう。なるほどですよね。いらない余分なところの毛をほんのちょっとだけカットしただけなんですけど、一緒になりました。おめでとうございます。ありがとうございます。よすごい、こんなに合わせるんですね。で、あといろいろアイメイクとかしていって、またもうちょっと足したくなったりとか、すると思うんですが、今の段階ではもうあと眉マスカラ軽くつけておけばいいと思います。綺麗。で、眉マスカラもつけたらもうつけっぱなしじゃなくて、ちょっと軽くもうなじませて取っちゃうぐらいで。素敵です。よかった。になりました。ありがとうございます。はい、ということで眉メイクありがとうございました。ありがとうございました。揃いましたね。揃いましたって本当にすごい。高さがある方は下を描き出して、はい、ない方は上を描き出してっていうね、はい、まあ言われてみたらそうなんですけど、やっぱこう生えてる通りに変えちゃいますもんね。そうなんですよね、生えてるところがガイドみたいな感じがするので、どうしてもそこに書き足してしまうと、地の眉の差よりもっと強調されて差が出ちゃうので、ちょっと頑張ってその何もないところに書く勇気をちょっと、いやー、そうですね。あとは、まあ、目が近い方ということで、眉頭がほとんど描いてる、触ってないですね。高さを揃えるためにこの眉頭の上にちょっと足したりとかは、ね、はい、ありましたけど、それ以外はもうここは全然触ってないですね。眉頭1センチは。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。